ぐなの。来た。来た。いい。着きました。滋賀県竜王の希望が丘文化公園に来ました。ここはね、めちゃくちゃ広い公園で、散歩するのにはいいってことで、天気もいいし、やってまいりました。もうちょっとしたらゲートが見えてくるよ。500円かな？500円。はい、こんにちは。東ゲートですけど、間違いないですか？はい。はい、駐車場です。東ゲートから入って西ゲートに向かって歩いていこうと思います。片道4キロあります。往復8キロ。天気もいいんで頑張って歩きたいと思います。まだ半分いってないね。3分の1ぐらいかな。もういいの、これ。はい、ずっとサイクリングコースを歩いてきました。もうあそこで終わりかな。こんな広いところに出てきました。テニスコートがあったり、なんかアスレチック広場があったり。休憩。三上山です。大御富士って呼ばれてます。じゃあ戻るのは山林間。結構やってあるよ。
じゃあ行きます。行きましょう。行こう行こう行くよ。はい、行くよ。なんかすごいとこ入ってきたね。まだあるね。寺が一番すごい。登ったけど下って登るという、マジのこれを登ってきました。はい、そしてまた登り、水と森の道と、水と森の道、見晴らしの道、どっち？どっちって、洗濯のさ、材料がなさすぎてドラマに影響されてます、どっち？また登るやん。やばい。寺偉いね。ちっちゃいのに。あと440m だって。もうちょっとやね。はい、着いた。到着。だいぶ歩いて戻ってきたかと思ったけど、まだ半分だったさあ、ちょっと休憩。あっち。バテております。今日曇りでよかったね風もあるし、ちょっと涼しいよ。疲れたね。マッサージしなかんてら、帰ったら。今日はお肉食べな。俺もマッサージ。いや、遠慮しときます。マッサージ、マッサージお願いします。テラとピコはいいけど、もう大きいのは無理や。テラだよね、一番疲れてんの。テラ偉いね。偉いね。ピコが戸惑ってるじゃんはい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 、すっきりした？終わったと思ったけど、あと2キロ結構しんどい。最後はこういう歩きやすい道に戻ってきました。あー、でもしんどかったよ。疲れた。ずっと中央道があって、時々ね、こういう風に山の中を歩く散策コースがあります。まっすぐこの道帰ります。なんか加えた、怒られてる。もうね、止まったらしんどくて、歩き始めるのが億になっちゃうからさ、どんどん行っちゃうんだよ。ゆっくり行こうかねえ、テラ。やっとあと 1.2 キロ。さあ行きます。下に遊歩道がある。ずっと歩いてってたよ、今。すごい。こんなとこに道あるんだ。
こういう風やないの。結構ボディアタックしろ。得意のボディアタック。到着。ああ疲れた。というわけで何キロ歩いたかな。何キロ歩いた？チェック。12,190歩。すごい。約 9.7 キロ歩きました。しんどかったね。あの山道。疲れました。階段ばっかだもん。上り下り上り下りで。くたくた。でもね、もうテラがね、ほんとちっちゃいのにね、もうすごいよ歩いた。偉いね、うん、あいつはすごいわ。ピコは元気やけどね、全然全然元気。ピコはもうほんと元気。ということで、のんびり帰りたいと思います。テラとピコも多分疲れて静かになりました、うん、テラはもううどうとしてるの、さっきから。はい、帰ります。どっから出るの？何時間いた？4時間ぐらいいたよ。すごい、4時間。左がね、森島。森島。左にあるお店が森島って言って、有名な近江牛のレストランです。まだ山に設計が。もうでもこの陽気で溶けそうだね。暑くなったな、うん、暑すぎるわ。